はい、えー。今回は、エンパズっていうゲームについて、個人の感想を語っていきます。このゲーム、後から、どんなとんでもない英雄が登場するかわからないんですよね。で、その時にその英雄を引いたら、一気に巻き返せると。だから、今弱いことは、そんなに気にしなくていいんじゃないかなと。それよりも、ワールドエネルギーを使い切って、 プレイヤーレベルを上げて、ワールドエネルギーの上限を上げて、兵団を育てておく。こう、力を蓄えておく。そういう、この、継続する力の方が大事なんじゃないかなと。もちろん、博物館ガチ勢の華々しい活躍っていうのは羨ましいですけれども、それよりも続けれる力の方がいいんじゃないかなと考えています。なんでそんな話をするのか。えー 同盟っていうところに所属していると、私はこの同盟でちっとも役に立てないですって言って去っていく方っておられるんですよね。で、もちろんその同盟っていうとこは肌に合う合わないがあると思うんで、もう合わないと思ったらさっさとやめちゃって、あの自分に合うところを見つけたら良いとは思うんですけれども、その今弱いことをそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと。で、その あなた今、前衛一枚抜いたじゃんって。それって、同盟にとってすごい役に立ってるよと。で、俺なんて今回、撤退するタイミング見逃して、ゼロポイントだぜっていうことも多々あるんですよね。だから、えー、まあそんなに卑下せずに、もうちょっと気楽に続けていこうよっていうのが今回の動画の趣旨です。 えー、こんなぬるい考えで同盟の皆さんごめんなさい。えー、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、えー、オートウィンを入れまして、 はい、えーレベル100にたどり着きました。えー、まだまだ折り返し地点にすら立っていないと思っています。えー、今後ともよろしくお願いいたします。ではでは。おここで、ここでもらえるんですね。はい、ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。